はい、こんにちは、たけチャンネルです。今回はですね、こちらアシェットの週刊グレートマジンガーを作る、こちらの37号ですねが届きましたので、こちらの作業をやっていこうと思います。はい、というわけでね、今回でね、一旦下半身はほぼほぼ完成みたいな感じになると思いますんで、よろしければ最後までご覧ください。というわけでやっていきましょう。はい、それでは37号の作業やっていきましょう。37号はもも後部右の取り付けってことで、太ももの後ろ側の、走行をつけるっていう感じになります。なので、まあ、作業自体ね、すごくサクッと終わっちゃう作業になるんですが、この六角ボルトとワッシャーを用意してあげて、この2本でね、止めるだけでございます。まあ足がね、なんせでかいので、よいしょよいしょ、足がなんせ大きいので、作業する時のテーブルの上がね、えらいことになるんですが、はい、こんな感じではめてあげたら、ボルトをここにセット。ここもね、ネジ締めてる相手、が強化プラ、POM なので、締めすぎないように気をつけて。で、あとね、左の時はね、ちょっとネジ穴ずれてたんですよね。ネジ穴が少し確かずれてたはずなんで、一気に片方全部締め切るんじゃなくて、両方ね、こうやってネジを入れてから、両方ネジ入れてネジを噛み合わせてから、そっから締めてあげた方がいいと思います。もしね、ネジ穴ずれてる時にそうやって片方を一気に締め込んでいってしまうと、次反対もう一個のネジ穴にネジ入れようと思ってもネジが入んないってことがあったりするので、ここだけ気をつけましょう。よいしょ、はい、もうこれぐらいで十分ですね。これでもう全然ガタはないので、これで OK なので、これで、37号の作業は終了になります。で、次の38号はいよいよね、肩関節左の組み立てってことで、下半身は一旦これでお休みになるのかな。で、肩と腕の方かなに行くみたいなので、また来週も作業やっていきますので、続きが見たいと思っていただける方は、下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録をよろしくお願いいたします。あと、いいねとか、コメントいただけると非常に励みにもなりますので、ぜひよろしくお願いいたします。というわけで、本日もご視聴いただきまして、ありがとうございました。